ご自身の喜びとしての大道芸ということについてお話しいただけますか。喜びは、まあお客さんが本当に楽しんでもらえるっていうところが、まあ一番の喜びかなっていうところですね。まあ見てよかった、その時間を過ごしてよかったって、僕の芸を見てよかったって思っていただくっていうところが僕の喜びですかね。うん、ということは、その芸をして会話はしないけれども、それでコミュニケーションを取ってるわけですね。あ、そうです、そうです。うん、でも全く新しい場所で全く違う人たちといるんだけれども、うん、家族さんにとってはその一人一人が、うん、今回のコミュニケーションする相手だっていう、そういう感覚なんです。あ、そうです、そうです。はい。印象に残った会話とかありますか。自分でイベントを企画されて、ポスター貼ったりとか、そういうこともなさるんですか。あ、自習的な部分は今のところやったことないですね、僕は。海外でも日本でも。ないです。それをやられるということは今後ないですか。ああ、でももしかしたら、そういう、なんていうんですかね、自分自身で企画を起こして、その、集客してっていうところは、もしかしたら僕の中で興味がないところなのかもしれないなっていうのはありますね。なので、まあイベント会社作るとかも、まあ一時期思ってたんですけど、でも本当にしたいことかって僕自身に問いかけた時に、いや違うかもしれないっていうところで多分今やってないのかなっていう。でも確かに企画して提案して場所借りるっていう意味ではそうですよね。うん、うん、全然違う話で、YouTube で、はい、はい、ツバイチャロってあるじゃないですか。ツバイチャロ、二人の、チェリストが、外でチェロ弾いてたら、あれあるでしょ？あれも大道芸みたいなもんでしょ？大道芸ですね、あれ完全に。フラッシュモブ的な感じですよね。うん、うん。ああいうのはやらないんですか？はやったことないですね。あれは難しいでしょうかね、ああいうのは。難しいと思います。ノウハウが全く違うんで、その、なんていうんですかね、フラッシュモブの、その多分、ディレクターとかが行って、まあ、ストーリー性あるじゃないですか、結構。なので、そのストーリーに応じて、まあ、やっていくっていうのじゃないと面白くないと思うんで、うん、あれはあれで、僕が、なんていうんですかね、適当にいきなりパッてやって、わーってなるとは僕は思わないですね。うん、あれめちゃめちゃ難しいと思います。うん、海外のフェス、僕行かせていただいたときに、その、プログラムって組まれるんですけど、で、そこで、まあ、日本から来たっていうので、もうそれだけでやっぱ宣伝になってるんで、集まる、もう始める前から集まるんですけど、日本の、その大道芸フェスとかになると、なんていうんですかね、まあ、みんな、その大道芸をみんな知らないっていうのもありますし、まあどういったものかわかんないっていう部分で、本当にマニアックな方しか見に来ないっていうのは。そうなんですか。そうなんですよ。その一般の方が興味あって、うわって集まることってあまりなくて、なので、そうなんですよ。日本でやるのは本当に特殊だなっていうのはあるんですよね。本当に難しくて、なんで、数年前とか結構海外の方、来られてたんですけど、今はもう本当に日本でやるのがすごくシビアで難しいんで、海外の方が日本に来て、とてもじゃないけど成立しないんですよね。うん、なんで僕らのその日本人パフォーマーが海外でやるのは結構成立しちゃったりするんですよね。お客さんのその集めるっていう部分でのハードルがすごく低くて、でも日本でやるってなると、集めるっていう部分でめちゃめちゃハードル高くて、いろんな、その、なんていうかね、お客さんとの駆け引きとか、そういった部分もあるんで、それを考えながらやるっていうので、それを単純に海外でやると、簡単にバッて集まっちゃう。その例えばもう、英語喋れない、その現地の言葉喋れないであっても、何らかしら、なんですかね、考える力みんなあるんで、集める方法っていうのは自分自身で
考えつくっていう、うんうん、そうなんですよ。だから私もこうドイツでできるんですよ。うん、でも日本のパフォーマーは僕世界で見ても本当レベル高いなっていうのは思いますね。和樹さんドイツに来るとかでも僕ちょっと分かんないんですけど、その海外で住むっていうのを僕25ぐらいの時に一回考えたんですけど、あのビザがどうしても難しいなっていうところで、うん、難しくない。和樹さんの場合はもう、はい、あの大道芸人でアーティストとして職としてやってるでしょ、仕事として。はい、だからその証明があればこっちでビザ取れます。アメリカもあの芸術家ビザがあって、あのカスケスさんの場合は出てらっしゃる、例えばそのチラシであるとか、うん、映像のリンクであるとか、そういったものがもう十分にあるので、あのアメリカはこういう国なんで簡単とは言わないんですけど取れます、あの芸術家、はい、ただドイツの場合は日本の会社だと勤めてると半分医療保険、健康保険、介護保険半分払ってくれるじゃないですか。でドイツはそれが、はい、あの国だかスタッドだかが払ってくれるんですよ、アーティストだけ半分。だからそういう意味で、守られてるから職業として生活しやすいんですよね。ああ、そうなんですね。いいですか。アメリカは保険はですね、そのどういう形態でこちらで芸術活動をするかによって変わります。そのビザにくっついてくるものはないですね。うん。という意味で、あのヨーロッパはやっぱりそのそういうサポートが多いような、まあ、個人的には思ってます。うん、そういうことに関しては。あのアメリカはないわけじゃないんですけど、それとはまたちょっと別の話というか、あのビザはあくまで通行手形なんで、アメリカには来ていいですよ、住んでいいですよっていうところまでは、あの全体和樹さんほどのバックグラウンドがあれば全然問題ないと思うんですけども、その後はどうかっていうのは別ですね。アメリカで言ったらグリーンカード的な感じのやつがすぐ発行される。これは、はい、大ビザは基本的には芸術家のグリーンカードみたいなこう認識で、あの何ていうか、はい、はい、あの1回取ってもちろん更新はしなきゃいけないんですけれども。あ、じゃあ結構僕が思ってるよりハードルって低いんですかね。日本よりは楽だと思う。だからこうさっき上がってて、アメリカだとまあご存知かもしれない、ユニオンスクエアって大きなあの地下鉄の駅ですね、はいはいはい、あの線が、はい、でそこの、三角区画ぐらいはその、まあ、あのバスカーズっていうとあれですけど、まあ、そういうふうな人たちが集まる、はい、もう場としてある意味のちっちゃいステージとして、あの貸し出しみたいになってるので、あまり場所が低いので、はい、だから見る方も今日は誰だろう的な感じでいけるんですね。その、あの、鈴本演芸家じゃないですけど、今日は誰が出てるのみたいな感じで行って、あ、いいねって言うと人がたまってくるし、まあ、時にはなかなかたまらない方もいるんですけど、でそこの、うん、そこの、なんていうんでしょう、ユニオンスクエアの有名人みたいな方もまたいらっしゃって、そうすると、名客っていうんですかね、こうリピーターも出てくるしっていうことで、あの、劇場ではないんですけども、大道芸人としてのある意味の劇場みたいな、うん、劇場みたいなその場所があって、るので、 そこだけじゃないんですけども、そういった場所って日本はあるんでしょうかね。ここに来れば誰かがいつも何かやってるよみたいなところはあるんですか。 あります、あります。でもそういうところもやっぱりあんまり人は来ないもんですか、ね。そこは全部ライセンス制になってるんで、許可を持ってる人たちがやるって感じなんで。そこは入場料とか取るんですか。あ、ないです、ないです、全くない場所なんで。ただ見に来るだけ。そうです。そこでお金を入れてくれる帽子とかを置くんですか。あ、そうです、そうです。僕らはもう本当に場所だけを借りてるんで、その広場に行って礼をできるっていう許可だけもらってるって感じですね。あのアメリカとかだとそのライセンス保有者がいれば一緒にやってもいいよとか結構緩かったりすると思うんですけど、日本ってめちゃめちゃ厳しくて、そのメンバー編成だけでも許可の、例えばもう一回あのライセンスの審査受け直しとか、それぐらい結構厳しいんで、その本当にその人じゃないとダメっていうところでは日本は本当に厳しいな。全部そんな感じですね、うん、人が変われば受け直しっていう場所もありますし、その常に更新のたびに報告しないといけない。なんですかね。僕が昔思ったのは、その台湾で、うん、ライセンスが欲しいなって思った時に、そのビザがないと、就労ビザがないと、ライセンスを取れないっていう決まりだったんですね。で、そこで、まあ、
ビザが欲しいけど、その就労ビザっていうのが、現地の方と結婚するであったりとか、あとは自分自身が、まあ、ワーホリ使うとか、まあ、そういうなんかいろんな条件が、なので、で、台湾だと、正直あの、日本と行ったり来たりしやすいなっていうところで、寒い日本の時に、まあ、台湾行ってやろうかなっていう、そんな感じで思ってたんで、あの、台湾っていうのが一つあったんですけど、そこで、うん、ちょっと、ビザって難しいのかっていうところで、まあ、他の国でもまあ、一緒かなっていう。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼します。